お団子ぐらいしかやってなかったので、たまには劇場公演ぐらいちょっとはっちゃけて、ファンの皆さんにも楽しんでいただけたらいいなと思って、また作くりにしたいました。最高最高最高や、ダウンタウンデラックス。なぎちゃんバリエーション少ない。そうなんですよ、地上波でツインってね、それはちょっと気が引けるでしょ、気が引けるでしょ。ソフトモヒカンねえ、はっちゃけた髪型してるね。そうなんです、はっちゃけヘアスタイリング、なんかこれちょっと待ってください、これ使ってみよう。お、この配信、おお、これ何ですか、これでこう使えへん、あ、でも意見込みが支えるやつをマネージャーさんが貸してくださいました。あどんがらがしゃーんやで、ほんま。わ、1000、いつの間にやら1500、あかん、挟もうと思っても無理や、めっちゃ下からアングル。すいまへん、じゃあちょっと手持ちでやろうかな、15分間。落ちた、ツイテール意外と違和感ないですね。お、よかったです。ツインテール、チチチチ、髪の毛を2つにチチチチチ分けるんです。あ、今日歌唱力ナンバーワン決定戦で、手持ち疲れないか、うん、疲れたらあのグラグラ揺れると思いますが、それをご配慮してください。小宮さんの相方って誰でしたっけ、相田さんですよ。皆さん、なぎさと芸人マッチング見てくださってますか。本当に見てくださっていますか。明日ですよ、放送は。 TVer で配信を見れるのは明日の深夜までですよ。ちゃんと見てくださいね、小宮さんとの会の後半。あ、見てるよ、嬉しい。広島は映りません。そうなんです、映らない地域の方がいるんです。そういう方にはぜひ TVer で見てください、テラサでも見てください。あれは4本撮りです。なんでかって、なんでそんなに見せるんだって言ってると思うんですけど、あれは、視聴率も大切なんですけど、それ以上に TVer とかのそういう配信の視聴回数とか回転数がすごく大事な枠になってるんです、バラバラ大作戦っていうのは。だから皆さん見てください、配信で見てください、放送でも見た後も配信で見てください。友達におすすめしてくださってます、嬉しい。そう、 TVer で渚と芸人マッチング登録をしてください。言い方言い方、あんまり怒ったことないからなんか怒り方下手でした。鳩、これは日本撮り、おお、さすが。そうですよ、皆さん、あのゆうくんとじいじ見てますか、 YouTube で。これは自分のあれとかじゃなくて、本当に私がファンで見てる動画
ゆうくんとじいじかわいい、ゆうくんかわいい、じいじもすごく素敵。なぎちゃん顔アップしすぎ、すみません。タワー来てます。タワーさん、タワー、タワーさん、お、いや、ありがとうございます。タワー来てますって教えてくれるファンの方がすごく優しいですね。あ、プーくんさん、ブーくんさん、ブーくんさん、ありがとうございます。タワー、ネギちゃんがテレビ出るたびににやける、嬉しい。なんでにやけてるんですか？笑ってるってこと？公演終わりかな。そうです、公演終わりですよ。うちの嫁なぎちゃんの大ファン、嬉しい。最近なんかそのお母さんがとかおばあちゃんがとかお父さんがとかなんかそういうなぎちゃんのこと好きですって言ってくださる方が多くて嬉しい。髪色黒くなった。そうです、こないだ染めました。あの夢中人で歌番組披露するっていうのともあったし、あと髪色がだんだん抜けてきたっていうのもあるので、いたずらジャーニー楽しみ。そうなんですよ、いたずらジャーニーっていう番組がまた放送するんですけど、なんとかまいたちさんとチョコプラさんと私の5人でロケに行かせていただいて、あのいたずらのロケ中いたずらがめちゃくちゃあるんですけど、それを2組が受けて、私は司会進行なんですけど、いたずらの内容は知らずにあの進行するっていう役でやらせていただきました。めっちゃ楽しかった、てかめっちゃ面白かったので、ぜひ見てください。エモすぎ。ね、ほんまにお二組と YNMB めっちゃお世話になってる方だったので、私もめっちゃ嬉しかった。ファンの皆さん絶対喜んでくださるやろなって思ってロケしてました。もうメンツでおもろいの確定ね、本当に。宇宙人好きすぎるんや、嬉しいね。びっくりしました、本当に。秋元さんが今の NMB と私が本当になんか思ってることを書いてくださったみたいな感じ。毎日がエモエモ、やった。恋ホイスとなぎちゃんの、ね、すっごい可愛い曲でびっくり。皆さんダイアンさんの振りも入ってたの分かりました。ポーズ、こじりの声する。そう、こじりがちょっと離れたところで配信しています。振りが可愛い。なぎちゃん TikTok 可愛いです。そう、 TikTok にねなんかバズれと思って載せてみたんですけど、 TikTok ってあのあれなんかバズってるか分かんないですね。再生回数がなんか何 K とか何 M とか、それがあの数が分かんなくて、バズってんのはバズってないのやらっていう。何が M がバズってるんですか。マンマンマン、ほくろ元気です。あ、今夜霜降りミキシットの放送見てください。ゲストに出させていただいたんですけど、めちゃくちゃ楽しかったし、あとはちょっとなんかあのいろんな話もしたりして、その話トークはちょっと恥ずかしい部分もあったりとかしました。でも霜降りさんもあのミキさんもイグジットさんもめっちゃいつもお世話になってる方々だったので嬉しいです。お、 K は1000万は、 M は100万。お、ありがとうございます。 K は1000、 M は万ってことは、え、 M がいったらバズりですか。何がバズ、どんぐらいいったらバズったになるんですか。 M は100万、
こんばんワイン、こんばんワイン、ワインはいかが、ワインを二人で飲みましょう、私とあなたのワイン、トゥナイ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 、乾杯。私はワインをごくりと飲む、あなたはワインを飲んでない、なんで私だけ飲まして、ずるい人、ずるい男の人、でも二人でワインを飲む、ぶどうワインはぶどうです、赤ぶどう白ぶどう、いやいや私は普通のフルーツのぶどうが大好きだから、私はお酒飲めない、お酒を飲むと弱いんです、弱い私をあなたは見て笑う、なんで笑うの、もうバカにしないで、子供みたいに見ないでよ、でも本当のこと嘘はつけない、体は正直だから、酔ってる私を隠そうと思って、もう頬はあからむ、バレちゃったバレちゃった、あなたは何でもお見通し、私のことをお見通し、結局あなたはずるい男ね、それでも好きよっていうなんかあのミラーボールが出たら歌うっていうなんかノリ公約みたいな流れが勝手にできてるんですけど、それでコメントでこんばんワインっていうコメントがあったので、こんばんワインって歌を一曲歌ってみました。どうでしたか、即興ソングですこんな配信してる人いるんですか、この48グループにたまにあの 歌のところ恥ずかしくなってる時ある、見てるこっちがね、ありますよね、そういう時、見てるこっちの方が恥ずいわっていう時、すいませんそんなんしてしまって、お城のタワーが来てます、すいませんね、私全然ちゃんと見れてなくて、ファンの人が優しいから、ファンの人もファン思い、ファンの人を思いやってるファンの人が私はすごく大好きで、あれ、お城をくださった方は、お城、お城、お城をくださった方、どうやって見るんですか、これお城をしても名前は出ないですよね、ファンの人はみんななぎちゃんも嬉しい、あ、ウィリアム長さんありがとうございます、皆さんがコメントで教えてくださいました、ありがとうございます、照明の当たって、あ消えちゃった、照明の当たってない舞台端でもめっちゃ笑顔でさすが渚って思った、舞台照明当たってない舞台端本当ですか、ありがとうございます、劇場に照明当たってないとかあったんやって今気づきました、スペシャルギフト見ればわかるよ、これですよね、これでは15分が経過しましたので、これにて終了させていただきたいと思います、では皆さんのお名前を13位から読み上げたいと思います、にゃー、お名前読み上げます、13位のスリッパちゃんありがとうございます、12位のヨシヒラさんありがとうございます、11位のナッチさんもありがとうございます、10位のレナナさんもありがとうございます、9位のタカちゃんさんありがとうございます、8位の天夏さんありがとうございます、
7位の竹坊さん、ありがとうございます。6位のいさっちさんもありがとうございます。5位のピッピさん、ありがとうございます。4位のこしょこしょさん、ありがとうございます。3位のプーくん、ありがとうだぶー。2位のウィリアム・ジョーさん、ありがとうございます。ちょちょ。1位のジョーンさん、夢中人、ありがとうございます。私はあなたたちに夢中人、ファンの皆さんに夢中人、夢中な人、私に夢中な人、この指止まれ、この指止まれ、終わりたい、これで終わりたい。あれ配信中なので退出できませんあ、ここで終わらなきゃね、ごめんなさい。いや、この指、あ、じゃあはい、もう一回一から仕切り直し。じゃあ、私に夢中の人、この指止まれ、ありがとう。